お疲れ様です。はい、じゃあ第1回、新庄、マックスカップ開催したいと思います。はい、じゃあみんな、新庄のカードが欲しいか。はい、よし。新庄って知ってるの？みんな新庄監督知ってます。 CM で出てるので。あ、 CM で出てる。どんな人か知ってる？野球選手だよね。でも活躍してる頃は知らないよね。監督として知ってる？ああ、知ってます。知ってる。だからほら、前回の長州力もさ、多分小学生とか知らないわけじゃん。でこの新庄選手も、長州力は知ってるよね。ちょっとおかしなおじさんぐらいの感じでしょ。あの人はすごいおっかなくて強い人だったんだぜ。知らないよな。まあでもまあまあ、でもいいよいいよ。俺はあのキャラクターとして立ってるからいいんだけど。じゃあ、まあこの新庄選手の、カードがあーですね、1枚だけあります。そして今回は、皆さん、2枚たくさんあるんだけど、他の大会もあるから、じゃんけん大会で勝った人がもらえるという大会になります。前回の長州の時は大会で優勝した人がもらえたよね、はいはい、そうじゃない、今回はじゃんけん大会で勝った人が新庄選手を手に入れることができますので、まあ、あのこの勝負も大事なんだけど、じゃんけんも大事ですよっていうことです。はい、ご注意ください。じゃあ、何がいい？じゃあ、優勝商品はなんと、はい、プロモパックのセットです。はい、よくないのかな、これ初めに言っちゃいけないのかな。いや、でも盛り下がる、うん、でもまあいいと思いますよ。まあでもね、優勝商品は優勝商品なんで、はい、うん、まああのね、前回は長州力カップが大人も子供を全部集めて1回だったから、結構小学生たち不利だったじゃん。で今回は小学生ブロックみたいなの作ってくれたことは非常にありがたいなと思うんですけど、それで優勝でいいような気がするんだけどな。まあでもいろいろね、まあでも誰でも手に入れるチャンスがあるっていう。そうそうだよね、うん、それも大事。よく言えば誰にでもチャンスがあるんで。そうだよ、はい、うん、だからみんな参加することにあの意義がありますんで、はい、じゃあ頑張って対戦して、もらいたいと思います。とその前に、参加賞をねお配りしたいと思います。はい、はいはい、じゃあこちらのシール、はい、立派なシールがあります。はい、こちらの方が参加賞になりますので、はい、1人1枚。はい、何に使おう。何に使うの？デッキケースに貼るの？そんな感じ？名前書けんじゃん。名前書けんじゃん。名前書けんじゃん。名前シールじゃん。すげえ。さようね。はい。ということですね。じゃあもう準備ができたようなので、じゃあ早速1回戦行きましょうか。ちょうど今回参加者8名なんで、だんだん半分になってる感じでやっていこうね。はい、いいですか？はい。よし。じゃあ行くぞ。はい、じゃあ第1回、新庄マックスカップ。はい、行くぞ。ディエマースタート、はい、お願いします。はい、で今日はですね、同日に、午後3時から大人の部も開催しますので、はい、1日2回新庄カップやっていきたいと思います。はい、あとでじゃんけんも取ろうね。はい、はい、では、はい、1回戦が終わってるね。はい、勝った人、はい、綺麗に3ターンキルします。お、いいじゃんいいじゃん。そしてこっちも勝った、はい、よし。あっちのテーブルはまだ終わってないんだな。りょうちゃん、うん、あ、ジオ大会か。まあまあまあ、待ってましょう。ガウスーはい、こちらがじゃあ大会も終わった。優勝は、はい、おめでとうございます。じゃあ優勝景品のパックは、あ、置いてきちゃった。違う、まあ、取り行く。はい、じゃあそれより、じゃあ先にこのカードのじゃんけんを始めましょう。はい、はい、8人をいっぺんに対戦するのはちょっとどうかと思うので、まず兄弟、じゃあ2人がじゃんけん、はい、2人じゃんけん、はい、2人じゃんけん、まず、あ、兄弟か、はい、いや、どっちかにしろ、じゃんけん、勝った、おー、よし、じゃあ勝ち残った、はい、4人、おいで、はい、1、2、はい、1、2、はい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 、まあ、あと、1人いるわ、はい、勝った人、はい、1、2、はい、勝った人、勝った人、おいで、はい、じゃあ、この4人だよ、いくぞ、最初はグー、じゃんけんほい、勝った。どっちがいい、どっちの身長がいい、どっちの勝ち、あ、欲しい、よしじゃあ、あと1枚だ。はい、残り3人でじゃんけん、最初はグー、じゃんけんほい、あー、じゃんけんほい、あー、おー、すごい、両方だ、おめでとうございます。はい、ということで2人の身長は旅立っていきましたが、だがしかし、午後3時からまた、今度オープン大会だからね、今何時、大人も参加できる、新庄カップがありますので、でもね、今日取った
ごめん、あの新庄もらえない、一応なんかなんだっけ、同じ人はっていうふうに書いてあったから、うん、取れなかった人は次のまたね三次郎のチャンスあるんでご参加ください。はい、じゃあ1日2回新庄大会、じゃあよろしくお願いします。お疲れ様です。じゃあ午後の部、大人も参加できるオープン戦、新庄カップオープン戦オープンの部始めたいと思います。参加者32名、なので商品参加賞のシールのセットね、前回の聴取の時もあったけど、シールのセットが16枚しかありません。なので大人の人たちはシール特にいらないなっていう人はちょっといらないっていう風に言ってくださいね。はいはい、何でしょう。はあ、もう小学生の時もらったのね。はい、はいはい、じゃあまあいらないならいらないって言ってくださいね。オッケーです、とりあえずね、あの席についてもらって、まだ呼ばれてない人もいっぱいいます。1回戦終わった段階でどんどんどいて新しい人が入るって感じね。いっぺんには始められないんでご了承ください。参加賞ちょっとぼちぼち配ってくんで、先に始めてってね。マッチそっち始めてもいいかな。ちょっと待ってください。ちょっと待つ。はいよ。あ、同時じゃなくてもいいよ。じゃなくてもいい。じゃあこっちやっちゃうよ。じゃあはい、じゃあ1回戦いくぞ。はい、いくぞ。ディエバースタート、お願いします。はい、勝った人は報告においで。はい、じゃんけん大会はレジの方でやってください。そして、参加賞のシールはねレジで。嘘、2連勝したの。早速マジか、生き残った。はい、皆さん2連勝したら生き残りね。はい、2連勝の人が何人残るかです。新庄マックスカップの新庄選手のカードは2枚あります。2枚あります。はい、ベスト4生き残ってる連中、はい、乗ってるの、はい、ベスト4、はい、はい、こっちベスト4、はい、こっちも、こっち違うじゃん、ナンバーフすごいな。はいはい、君は、あ、違います。あ、君は CS 優勝者。あ、はい。あ、もう周りが弱く見えてしょうがない。いやいや、そんなことない、そんなことない。みんな周りが雑魚に見えて、みんな強いですよ。あ、そうなの。さすが強いわ。ベスト優勝決勝戦、これ決勝ではないの。決勝じゃね。みんな、はい、ということです。決勝戦は MK とおにぎりくん。はい、決勝戦お願いします。はいよ、頑張れ。はい、決勝デッキで勝つの楽しい。はい、それ以外の練習もみんな遊んでます。ただの他人のデッキだ。はい、新庄カップ優勝はどちら。はい、お名前は。おにぎりくん。おにぎりくん、はい、優勝おめでとうございます。じゃあ優勝商品です。はい、じゃあこちらプロモパックセットになります。じゃあいよいよじゃんけんやるか。はい、はい、ちょっと待ちください。あの、じゃんけん予選を勝ち残った6人の精鋭たち、1、2、3、4、5、6人。新庄は今日は2人だから確率3分の1です。いっぺんにやるには惜しいな。この3人で1人を決める、この3人で1人を決めましょうか。はい、じゃあ1枚お願いします。最初はグー、じゃんけんほい。はい、こうでしょう。おお、旗が死んだ。はい、もう一回。最初はグー、じゃんけんほい。はい、こうでしょう。はい、はい、1枚目の新庄は黒風の手に。そして2枚目お願いします。あれあれ死んだ。はいよ、最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、勝った。はい、新庄おめでとうございます。新庄です。はい、じゃあまた来週も新庄カップ頑張ろうね。お疲れ様です。はい、おめでとうございます。